欧州連合における経済社会評議会とは、欧州連合の経済、社会政策における共同参加者ソーシャルエコノミックパートナーズと位置づけられる諮問会議体。なおソーシャルエコノミックパートナーズという語句は、主に企業団体や使用者団体、労働組織の代表を指すものとされている。経済社会評議会は1957年の ローマ条約により設置され、その目的は、共同市場の設立に向けて、様々な経済的利益集団を統合させることに、ある。経済社会評議会の設置によりこれらの、利益集団は、自らの意見を、欧州委員会や欧州連合理事会、欧州議会に関与させることができるようになった。経済社会評議会の機能としてはあくまで、諮問機関としてのものではあるが、 マーストリヒト条約においてその対象は大幅に拡大された。経済社会評議会が今や対象とするのは社会政策、社会、経済結合、環境、教育、保険消費者保護、産業、汎用ロッパネットワーク、間接税制、構造基金にまでわたる。ただし、このように対象が拡張されても経済社会評議会の権限が増強されたかに、 ついては疑念が持たれている。欧州経済社会評議会は350名の評議員で構成され、国別の評議員の数は EU 加盟国の人口に従って配分されている。評議員は欧州連合域内の使用者団体、労働組織、農家、消費者団体、専門職団体などの構成員で、 加盟各国の政府の推薦をもとに、欧州連合理事会によって任命される。評議員は、出身国政府から完全に独立した地位が与えられ、任期は5年で再任可能である。2015年10月に、ゲオルギス・ラッシスが、議長に選出され、2年6ヶ月の任期を務める。また、特定分野においては、経済社会評議会は、地域委員会と協力して、 作業にあたる。ありがとうございます。